矢村という男はですね、かつてその愛した最愛の人物である妻を亡くし、刑事しかない、この仕事しかない、正義しかないということで、矢村はその最初にドゥーチュー見た時に、まあ、当然、まあ、犯罪者と思うのでそれで追跡していくんですけれども、这个警察他要追寻这个凶手的话，他先代入这个凶手的世界。一切協力無關啦，证据可以讲故事啦。そういう人間なんじゃないかと、無謀な、命知らず、時に正義感が強すぎて。落ち着け。おい。見つけました。浅野警部の車。理香はもう本当に新人で。あの刑事としては本当に新人なんですけれども、ただすごくまっすぐで。はい、わかりました。被疑者からの連絡はないとのことです。福山さんとのシーンが今回はたくさん多かったんですけど、そういうことも近くで見ることができてすごく勉強になりました。係長、どこに行くつもりですか。彼は何をした。这个可以叫做悬疑性的动作片。いろんなことが入って、いろんなテーマが入ってる作品だなと思います。エンターテインメント作品になってると思います。